てんがてんがてんゲスト。さあ、それでは今週のスペシャルゲスト紹介しましょう。チーモン長中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チーモン長中の菊池です。白井です。なんでチーモン長中がまたこの大阪のラジオのゲストに、ありがとうございます。ちょっと我々の、漫才ツアーをですね、やめろそういうことはお前、やらせていただくことになりまして、ちょっと今回の大阪の方がですね、ナンバーグランド花月でやらせていただくんですよ。そうなんですよ。故郷に錦を飾るわけやな。そうなんです、ただ今のところですと錦、飾りきれないぐらいの人数しか集まってないので、ちょっと今日はこの皆さんのお力を借りて、いやこんな番組に宣伝効果あるの？編集者しか聞いてないよ。そうなんですか？編集者ばっかりでうまくどうすんねん客席が、確かにまあ、そのサブで聞かせていただいてて、まあ、シコシコピュッピュッピュッが出た時に、あ、やばいかもって思いました、でいいのかそれ、編集者でうまって。いやでも、まあ、でも、はい、編集者は2階席に入れちゃうんで隔離する隔離する1階で見てもらおう。そうかそうか、来てもらえればそれは嬉しいですね。なるほどね。白井お前、家決まったんか？いや、もう決まりました。あ、決まった。はい、もう、はい。引っ越しされたんですか？俺のすぐ近所に住んでたのを、ひた隠しに隠してる。え？隠してるの？女と住んでたの。うわぁ。ほんで、なんか別れて出て行って、今、知り合いのスタイリストさんのとこに住ましてもらってるんです。その時点でやっと報告。なんで事故報告？歩いて2分ぐらいのとこやで。あら、そう、はい。寂しいやないか、お前。そんな近かったらね。そう、ほんま2分のとこや。そうさ、もう家から見ているところが分かるぐらい、近所の、なかなかないやん、隠れるようにマンションのエントランス入って行ってたんでしょ。そんなことしてない。また俺がよく行くココイチのすぐ近くやったから、それ。そうす、ココイチの隣です。なんで隠すのよ。隠してたわけじゃないです、全然。はい。その、挨拶に、行っていいですか、先輩の家に。いや、それは困るよ。別に一緒の時に、実は近所なんですよっていう、それだけでいいのに。なんでその極端なんですか。なんで家まで行くんですか。そういうのあんのかな、礼儀とか思って。隠すか攻めるかみたいな。決まったんかいな、ほんで。それで、居候させてもらってたやんか、ほんで。あ、そうそうそう。彼女に捨てられ。そうそう、一人で、はい、家賃2倍。掘り出され。2倍になって。2倍になって。ほんで、はい、もう決まりました。そっか2ヶ月ぐらい住ませてもらって、今、はい、別のところに一人で住んでます。はあ、また近所ちゃうやろな、それではないと思います。はい、いや、それも分かんないですよ。でもね、近所やったら悲しいね、これ。ね、いや、でもその時は一緒になかなか仕事になんなかったから、あんまそういう言うタイミングがなかった。いや、でもあったはずや、あの期間考えたら。お前 NHK に一人で来た時とかあったやろ。あん時言えたやろ、お前。あん時はまだ住んでなかったんですよ。あの死ぬほど滑ったやつ。もうほんと立てなくなるぐらい滑ったやつ。お前の相方な、はい、死ぬほど滑ったね。死ぬほど。あの生放送のやつもね、僕は本当リアルタイムに家で見てて、僕は本当手から血が出るかと思うぐらい握り拳に頑張れと。相方頑張れ。死ぬほど滑るよね。死ぬほどす。立てなくなるぐらい。すごいっすね。俺本当チャンネル変える指を止めるのに必死だった。ダメだ。直視しろ。直視しろ。あそこからしばらくなんか、まぶたのピクつきがずっと止まってた。変な症状出てますね。疲れてる時とかストレス溜まった時になるやつですよね。そんなもんなくなっちゃって。ストレスがまぶたに来たんだな。終わりました。出直したわけやな、生活も。じゃあ。そうっすね、心機一転。はい。そう、菊池はその間になんか、はい、結婚発表みたいな。ああ、そうですね、さすがに。ザ・漫才のね。あっ、ひなに告られて。そうっすよ。お前すごいな、俺やって一回したけど。どうせならね。どうせやか。いやいや、僕もやっぱその、まあ、結婚して3年ですけど、はあ、初めて結婚を後悔した瞬間でしたね、あれは。まあ、まあ、まさかね、番組で結構ガチで来たやろ、アッキー。ガチだったんですよ。らしいですね。本当に。で、まあ、カメラもありつつですけど、はあ、その後にも連絡先も交換させていただいたりとかもしたんで、うん、あれこれはっていう。まあ、最初どっかね、なんか番組でなんかな、みたいな感じやったみたいですけど。うん、まあ、でもさすがに、はあ、もうそこは、もう、言わなきゃだなと思って。で、般若のカナダが、うん、あのももクロ仲間で仲がいいんですよ。一応、うん、相談もして、うん、でも結構本気っぽいから言ってあげた方がいいですよって言われたんで、まあお伝えして、うん、すごいびっくりされてましたけど、ほんで何日かしたらスポーツ紙かなんかに
コバさんが、うん、あいつは何なんだと。バッキーながら告られやがって、許されへんみたいな記事書かれて、いや、俺どこで怒られてんだよ、と思って。紙面で。紙面で。全く知らない。紙面で。他人のそういうの、ほんと嫌いですからね。と、うん、んでも見えない距離感の遠距離ミサイルで、ドーンくらって、もうすげえ怒ってると思って。結果だからそんなに怒ってないのしなかったし、お前は。そうですね。いや、ね、これが一回でもやってよ、もんなら。一回でもやってたらもう。勲章つけて読むんなら、うん、ことになってたでしょうね。まあそんな二人の今日妄想をちょっと聞きたいんですか、はい、どちらですか。あ、妄想、うん、妄想、はい、うん、じゃあ菊池からいく。いいですか。え、アッキーナの妄想。アッキーナの妄想。いや、それリアルですね。正直まあこれ電波に乗るわけですから、まあ、どの範囲までいけるかわからないですけど、うん、やっぱあの日の晩はいろんな妄想はしましたよ、ね。おー、そらそうや。いや、それはもうちょっと聞かせていただいていいですか、それ。いや、本当ちょっとお恥ずかしいですけども、うん、やはりまあ、収録だったので、うん、まあ、あんな綺麗なね、うん、アイドルの子が告られて、はい、で家に帰りますよ、うん、ほんでまあ嫁も娘も全員寝た後に、うん、まあ、テレビ見てたんですけど、うん、その、まあ、ボートレースのね、うん、CM その時はやってらっしゃったんで、うん、どの色好きなの。そうなんですよ。うわ、俺選びたい放題じゃんっていうのはやっぱ思ってましたから。だからじゃあ月曜日は赤、火曜日は青とか頭で想像しながら。で、あの尻尾がついてるんですよね。ついてますね、あのコスチュームに、はいはい、その尻尾をもうどうやって使ってやろうかなみたいなとか、いろいろ考えてはいましたけどね。これはリアルですね。ちなみにもう本当にあの、はい、どう使った、その尻尾は。いいんですか、うん、まあそのついてますよね、うん、それをこうまあ両足あって、まあ、その間からクッと持ってきて、一、うん、回胸につくんじゃないかってぐらいグーって上げますよ、ね、ギューッと強めに上げて、うん、で痛い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 ぐらい言わせるぐらい。いやらしいやつだよお前。らしたい。俺やったら尻尾無我夢中でしゃぶったけど、ね。毎週毎週何が言うてるんですか。その玉を見てもらって。すぐ口に物入れるのやめてくださいよ。子供、ほんまに。子供やな俺。ほんまに。マッチもでも何も気にせず。先週ね、さくらまなちゃんが来てくれて、うん、でこのね、うん、あのイロハ、フィットっていうのが出るんですよ近々、はい、でそのさくらまなちゃんは使用済みやったんですよ。じゃあサンプルをね、うん、もう一応使ってくれたらしい、はい、それを10万円で売ってくれと使用済みを。でそれを口に加えて渋谷の交差点のど真ん中で立ち尽くすって言うんですよ、うん、もうだから気が触れてるんですよ。もう悟りの境地みたいなこと。いや本当に毎週 というか昨日のお酒がまだ残ってるだけっていう可能性も。まだ残ってる。そんな予定あるんかな。なんかないですけど、うん、毎週口に物入れます、ね、最近よう入れますね口に。ちゃんとアインシュタインが見とかないと。そうなんです。飲み込んじゃうから。幼児対抗してんのかな今な。子供って何でも口に早いな。じゃあ白井の、はい、妄想ちょっと。妄想、うん、僕妄想っすよね、うん、あの 木とか道路に生えてる大きな木って。街路樹。はい、うん、街路樹ってたまにあの切るじゃないですか枝を、はいはい、あの早すぎたら枝打ちね、はい、うん、枝打った後しばらくしたらそこがなんかこうちょっと再生というかモコって丸くなるじゃないですか、うん、はい、なんかそれを見るとなんか女性のあそこのあれに似てるなと思って、うん、なんかそういう風にはいつも感じながら街路樹は。なんやそれ。こっち無我夢中でしゃべるまで言うとんねんお前。なんやそれお前。感じるな。あの日の NHK と何も変わってへんのお前。お前またまぶた痙攣するぞ。いやだやだ。自分のまぶた痙攣するわけないんだよ。漫才ツアーの時もピクピクいてるやんか。あれすごい嫌なんですよ。嫌なんですよ。勝手目つぶっちゃうから嫌なんですよ。それぐらいいっちゃうんですよ。パタ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 。オートマチックまぶた。そうなんですよ。嫌なんです本当。嫌なんですよ。まあまあでも植物ってちょっとそう見える時あるもん な、はい、なんか確かに、はい、そうですね、うん、それもすごい感じちゃうなとか、うん、あとあの ETC のこのパカンってか片方開くやつとか、うん、あれとか見るとなんか、うん、そのよく指で昔
ありませんでした？10代20代みたいな感じ。あ、角度でね、角度で男性のたちが勃金バロメーターみたいな、はい、なんかそれそれのバロメーターみたいな感じがして車乗ってたら楽しいな。何やそれ。こっちも負けやもん、尻尾無我夢中でしゃぶるもん。はい、それがすごい、この車でこの車でそんなにこう感じちゃうんだみたいな感じ、ビゴーンみたいな。何を言ってるんだお前は。感じ、ええ加減にしろよお前。違うんすか、こういうのじゃないですか。違うんすか、もう、じゃもっとなんか、はい、こうしたいなああしたいなみたいなさ。あ、こうしたいああしたいですか、うん、女性を見てとかないですか、ね、さ。あ、それは、あ、そういうのもあります。え、はい、あ、それだ、そう、そういうのもある、そういうのも、はい、あのエスカレーターの僕上りで、うん、向こうが下りで女性が、はい、綺麗な方でこうすれ違いざまに思いっきりビンタとかされたいな願望はあります、はあ、あ、それはちょっとなっていう、はあ、まあまあ、そう理解できるとは言わんけど、まあ、分からんこともないな、はあ、なんか、うん、すごい深いところから僕が登っていくときに向こうも降りてくるとき、大江戸線やな、はあ、大江戸線のときに、うん、バチンって急にやられたいなっていう、うん、変態なんだね、だからね、ちょっと M 系が強い、うん、そうですね、のはいかがでしょう、気持ち悪いやつやな。いかがでしょう、初めてですよ、妄想の後にいかがでしょう。 M の音って一番気持ち悪いからな、ほんとに。理想はね、女軍人にしごかれたいんですって。軍人、女軍人の人に、強い女の人、強い女軍人に回し蹴りされるのが一番、はい、僕の夢です。夢、回し蹴りされで、うん、壁にドーンってやられるのが、うん、フロッピーどこだみたいなのがやられた、フロッピーどこしてるみたいなのやられたいから、フロッピーどこだみたいなのやられやられたいなっていう。なるほど、M やねんな。うん、そうですね、多分気持ち悪い。いやいや、誰が言ってはるんですか。ちょっと、そうだ、小馬さん M じゃないんですよ。S や。そうやな、もう。さあ、さっきも話出ましたけど、もう一回言っとこうか、じゃあ。あ、お願いします。はい。7月21日、ナンバーグランド花月にて、チーモンチョーチと漫才ツアー2014が、公演ありますんで、ぜひともお越しくださいということで、これは本当によろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。8月1日がルミネもあるんですよね。東京はそうですね。はい、8月1日ルミネで、8月10日はなんと札幌。はい。あ、札幌も。コトニ。コトニパトス。はい。やらさせていただきます。なんかこれ昔よう出たな、コトニ。コトニ。あ、割と有名な。いや、まあ、有名っていうか、札幌の中心街と離れてるとこやね。ああ、そうなんですか。いい劇場ですよ。結構イベント多いですよね、この劇場。まあ、その全国でツアーがあるということでございますので、よろしくお願いいたします。ということで、チモンチョチューさんには次のコーナーにもお付き合いいただきます。はい。下ネタ浄化計画。